ボグダン・フメリニツキー勲章は、コサック国家の首領ボグダン・フメリニツキーの名を冠した、ソビエト連邦の勲章。第二次世界大戦中の1943年10月10日、ソビエト連邦最高会議幹部会の決定により、制定された。この勲章は、ソ連の崩壊後に廃止されたが、1995年5月3日、ウクライナにおいて、 大祖国戦争勝利50周年を記念し、レオニード・クチマ大統領により復活された。ニキータ・フルシチョフ・中将、ソビエト映画監督、オレクサンドル・ドブジェンコ、そして、詩人ムイコラバジャンが、今章の制定案を主導した。この勲章は、まず第一に、ソビエト連邦軍の軍人、その多くは、ソ連領の解放に道を開く、作戦行動で特別な義務を負うウクライナ戦線の、 会員を表彰するために作られたボグダンフメリニツキ勲章は一等二等三等の三種の等級に分けられるアレクセイダニーロフ将軍が一等ボグダンフメリニツキ勲章の最初の受賞者となった一等勲章は地域都市の解放へ導いた作戦行動において卓越した指揮能力を発揮し 敵に多大な損害を与えた戦線及び軍司令官に対して授与された。総計323人が一等ボグダン、フメリニツキー勲章を受章した。この勲章を受章した著名な人物には、セルゲイ・ビジュゾフ、キリル・モスカレンコ、マトベイ、ザハロフ、ピョートル・コシェーボーイ他を含む、後のソ連邦元帥がいた。二等勲章は敵防衛線を突破、あるいは、 敵広報における襲撃で功績のあった軍団、師団、連隊、大隊の指揮官に対して授与された。おおよそ2400人が二等ダン・団め明につき、勲章を受賞した。三等勲章は、決出した勇気と基地に富む指揮により戦闘に勝利した、赤軍及びパルチザン部隊の将校、パルチザン指揮官、軍曹、五長、及び兵卒に対して授与された。 おおよそ5700人が3等ボグダン・フメリニツキー、勲章を受章した。最も多く受章したものは、ウクライナ戦線で戦った、赤軍兵士及びウクライナパルチザンであった。ソビート連邦の崩壊により、この勲章は廃止された。1995年、ウクライナは、第二次世界大戦終結50周年を記念して、同米のボフダン・フメリニツキー勲章を制定した。 ありがとうございます。